去る8月7日、お茶の水クリスチャンセンターにて、東京オープンハイナイトが開催されました。イスラエルとユダヤ人を取りなすために、毎月1回行われています。和解と平和のために働く国際キリスト教団体、ブリッジフォーピースが主催です。今回のゲストは、正統派ユダヤ教ラビ、ダビッド・ナクルトマン氏。ナクルトマン氏は、アメリカからイスラエルに帰還したユダヤ人で、現在ユダヤ人とクリスチャンの関係構築に献身しています。世界で初めてキリスト教との対話を進める正統派ユダヤ教団体 CJCUC のエグゼクティブディレクターを務めています。ユダヤ人とクリスチャンが2000年の間分断されていた状況の中で、今回ユダヤ人の側のユダヤ人ラビのユダヤ人の方がクリスチャンに対して平和の架け橋を結ぼうとしているということをですね、日本のクリスチャンの方々にぜひ知っていただきたいと、そういう目的のために今回招きしています。集会は賛美からスタート。エリアの日、カドーシュなど日本語とヘブライ語で賛美し、栄光の王イエス・キリストを称えました。講演の中でナクルトマン氏は申命記11章13節から祈りの意味について語りました。祈りは神の恵みに預かること、神との体験であると強調しました。またキリスト教国によるユダヤ人迫害の歴史に触れ、ユダヤ人の心境を分かち合いました。ナクルトマン氏のクリスチャンとの和解のための働きは、あるクリスチャンたちとの出会いによって始まったといいます。I've been serving a calling for the last 14 years in Jewish-Christian relations, which once started in the Israeli consulate in New York by attending a night to celebrate Israel in Spanish, turned into something that's miraculous in my life. Meeting many, many Christians who have a heart for Israel, simply from Genesis 12:3, I will bless you who will bless you, and they will all want to be a blessing for Israel. また、ブリッジフォーピースの働きについて、キリスト教の団体でありながら、ユダヤ教とクリスチャンの間の関係構築の必要性をよく理解していると驚くべきことだと語りました。And thank God for an organization like Bridges for Peace that they have worked in Japan in order to educate more and more about the people themselves. On the Orthodox side, we have the Center for Jewish Christian Understanding and Cooperation. On the Christian side, we have organizations like Bridges for Peace. By working together, we can show the world that even though two religions that have been odds with one another for the last 2,000 years, we are able to reconciliate between one another and make a better world. 月に1回のオープンハイナイトでは、祈り課題を挙げてイスラエルと日本のために祈っています。8月はイスラム過激派テロリストに虐げられている子どもたちを覚えて、福島県の避難者を覚えて、開設1年を迎えた BFP 韓国を覚えて、心を合わせて祈りを捧げました。イスラエルのこの香りとイスラエルの風をね、しっかり感じることができました。できるだけ続けてそれをもっともっと深く感じていきたいと思います。最後の歌を歌った時に、最後の歌詞に込み上げるものがあって、やっぱり自分はそれを愛しているんだって、また今日のメッセージを聞いて、もう一回ね、現在に戻って、そのために乗っていこうという気持ちを、防火線ではなくてね、本当にそのために乗って、できる、自分ができることをやっていきたいなって思いました。私と家内二人でハイナイトをしてますけども、やはり、イスラエルを祝福する、それはもうクリスチャンの使命でもありますし、神様の計画に、沿ったことだと思います。すごくもっと、イスラムに対して、祝福を祈っていきたい、そのように思われています。イスラエルのために日本のクリスチャンたちが一丸となって祈れるようなきっかけになっていったらいいなと思いました。私自身もユダヤ人のためにいろいろなことができるように、一つでも小さなことから始めていきたいと思います。2000年間にわたって対立関係にあったユダヤ人とクリスチャンですが、今互いが和解のために歩み寄ろうとしています。イスラエルの平和のために祈れという聖書の言葉に従い、神の選びの民ユダヤ人の癒しのために、
数多くのクリスチャンが立ち上がり祈っています。